明治事件があったからね。室温1度下がって今33度。ケチャップ多め。手を治りましたか？治りました。ちょっと後はあるけど治りました。そうそう、治った。ちょっとここにメイクした跡が残ってるの恥ずかしい。チキンライス美味しそうだな。もずくさん寝てばっかり、かわいい。ずっと今日ここにいる。もじ尻尾フリフリしながら、あ、止まった。 尻尾止まった。あ、動いた、止まった、動いた、止まった。 もずく3.1、今日の夕飯オムライスでした。いいね、普通のチャーハンだけど。もずくさん暑さに弱そう。そうだね、なるべく暑くないようにしてます。文字が、さあ左手で塗りますよ。ここは緊張の瞬間です。頑張ります。あ、その前にここが痒い。さあ頑張って、頑張って。左手塗るときね、めっちゃ下見ちゃうからごめんね。ちょっと待ってね。1本塗ったらちょっと休憩するから、コメント読む。回転寿司超いいじゃん。難しいね、左手で塗るのは。どうだ、どうだ。寝れました。親指、頭配信になってるね。ごめんごめん。なるべく下げないようにする。真剣すぎない？次から冷やし中華始めようかな。いいじゃん、あんまり好きじゃないけどとか。気になっちゃうんだよな。こんばんは。今日パンしか食べてない。すぐね、割とね、他のマニキュアに比べてキャンメイクは乾きは早いかも。オレンジだね。
まあよく乾くまでね、何もできないっていう子いる。うん、確かにそれはそうだね。何もできない。本当はね、ジェルネイルしてたんだけど、だいぶやってないもん。爪が弱ってたからね、もうやんなくなっちゃった。濃い色はね、結構ムラになるから難しいんだよね。早く塗り終わってお話ししよう。もう塗るなよって感じだよね。さあ、動画あんな時間にあげたでしょ。本当はもうちょっと早く上がる予定だったけどね、動画を編集してる途中に一回電源落ちてテロップが全部消えて、一回やり直してたらあんな時間になっちゃった。ちょっとはみ出た。はみ出ちゃった。そう、作業やり直して心折れかけたんだけど、プレゼント企画やんないと私の島開拓できないから。ちょっとはみ出ちゃったよ。シェア失礼しました。ありがとう、シェアしてくれて。はじめまして。青やみちゃん、いいって感じ。そう、撮影したのはね5月だったんだけど、そっから編集するのに何で編集しようとかいろいろ考えてたらあんな時になってしまって。これから何の動画嬉しい？何の動画がいいかな？タイムービーじゃない。お散歩どうか。むずい。
ちょっと失敗したとこは、配信終わったらちょっと修正して、乾かします。モーニングルーティン、モーニングルーティンとかマジなんもないよ。鼻ゴリゴリして、マジで何も見せれるものない。普通、って何を見たくて見てるんだろう。みんな多いよね。何を見たいの？大食いだって、残っちゃったらもったいないもん、食べれない。あ、まあ、何、大食い？太りたくない。乾かしてます。今更ですけど、可愛いです。ありがとう。激辛ペヤング。やあ、じゃあやあちゃんの今までの足跡をまとめてみても。どこからだろう。扇風機はあるよ。まあそのうち乾く。 今ちょっとお魚みたいになってるけど、猫動画ね。うちのニャンマジで何もしないからな。あ、見ちゃった、ごめん。ぽよん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 。そうね、マジでとりあえず自己紹介動画を上げて、まあ、ゲームのやつも上げつつ、なんだろうな、もうね、黒塊ってたまに呼ばれるんだよね。ごめんね、そんな呼び方して。本当に床にね、たまにね、黒塊でいる時あるからさ、黒かたまりさんって呼ぶんだけどね。 さあ YouTube、 専用ではないです。なんかいろいろあげようかなと思ってます。どうせあるから。なんか目に繊維が入ってる。ちょっと待って。ちょっと待って。
ちょっと待ってね。取れた。なんかよく目に繊維が入るんだけど。取れたかな。まあ自分の好きなものを、そうだね。今日飲み物準備するの忘れたんだよな。配信の時いつも飲み物あるんだけど。分かんない。どのくらいかは分かんない。でもやっぱり過去の絵見るとなんか恥ずかしいよね。今日飲み物ないんだ。みんな大丈夫？なんか質問あればと思って配信したんだけど、ない？プレゼント企画の。よいしょ。このネイルのこの横っちょがね、ちょっとはみ出たと。まさかのノードリンク。明日はちょっとね、スイッチがないよって人間。ともしむ、な、な、に、な、に、な、日本語？質問、スイッチが買える店はどこですか？そうですね。電気屋さんの抽選にまず応募するところからですかね。今。抽選でね、買える。当たれば買える。抽選。スイッチがないのよ。スイッチがあったらみんなやるの？そういう感じなの。いかんともしがたく、どうしようもない。通信するの有料ですね。スイッチオンラインみたいなの入らない。ニンテンドーオンラインか。ビッグカメラの抽選また外れた。みんな買ってるもんね。もう私も友達、その高校の時の友達がずっと昔からその前の動物森から一緒に通信やってた子なんだけど、その子の妹がなんかスイッチ欲しくて、なんかめっちゃ抽選をめちゃくちゃ出してるって言ってた。出遅れたからなんか今更手をつけられないでいる。大丈夫よ、大丈夫大丈夫、やりたい人いっぱいいるから。全然出遅れてないよ。だって3月でしょ。全然大丈夫。転売ヤーが。コロナですごいみんなお家にいること増えたからいっぱい買うんだろうね。子供たちとか、まあ、大人もやるもんね。わかるよ。
さあ、そろそろ乾いた？あ、こっち、右手は乾いたね。大丈夫。左手、親指乾いた。人差し指乾いた。これも乾いたな。小指が怪しい。小麦粉とベーキングパウダーとか打ってない家にいるとみんなそんなにケーキ作るのかな かな。私も友達そのねもう友達って言ってもね高校の時の友達がね一番仲良しなんだけどね、その子そうスイッチとかやりながらあつ森しながら電話とかするんだけど、なんかその子お菓子作り超上手で、なんかパンを作り前パン作ったからまたパン作ろうと思ってとか、けどベーキングパウダーなんか強力粉なんか忘れたけどがもう全然売ってなくて作れないって言ってた。なんかやっぱり売れてるんだなと思った。東京売ってるとか言ってたけど、いや買うてへんから分からへんとか言ってたんだけどね、やっぱ売ってないんだな。強力粉も売ってない。みんな作るんだろうね。米粉なら売ってるようです。なるほど。言っとくわ。初見です。おとさん、いらっしゃいませ。初見さんがいてくれた。嬉しい。やっほー。ウネキは乾いた。小指だけちょっと怪しいけど。どうだろう。乾いたのかな？あ、小指もうちょっと。かわいいですね。ありがとう。やっほー。20キロならあるそうな。20キロはだって普通のお家にねあっても困るもんね。配信したら来てくれますか？ああ配信してるの？お父さんも。ファンになりました。ありがとう。そうなんだ。配信してる方も見に来てくれたんだね。嬉しい。でもたまにみくちゃもうろうろしてるんで、機会があればふわっと言ってるかもしれない。お米だ。私もお米買わなきゃ。おそどろおじさん いらっしゃい。お米ハマってるから差し上げたいくらいで、お米もうないな。買わなきゃ買わなきゃ買わなきゃ。私もいつもね実家から送ってもらうことが多いよ。ああ
米はパックのやつしか買ってないです。あ、そうか、チーンって終わるやつね。ちゃん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 、お米はね、奈良のお米が好きです。食べ過ぎ、お米食べ過ぎることあんまりないな。でもさ、パックのご飯めっちゃ量ない？多くない？めっちゃ多い気がするんだよ。お米食べないの、うちで。食べな。奈良のお米のブランドなんだろう。なんかね、親戚の人がお米作ってるから、それいつも。でもらってるから、何かわかんない。なんだろう。聞いたらあーってなるんだけどね、多分。なんだろうね。パックのご飯多いよ、量。そう、なんかね、いつもその知り合い、親戚の人がお米して、で、お母さんとお父さんがお米持って、あの、なんていうの、町のと突然現るみたいな、卵の自販機みたいなノリで突然現るお米のやつお米のやつ、なんていうの、あの、日の光？日の光知ってるよ。日の光って奈良のやつなの？そうそうそう、精米機。そう、それにやりに行って、で、私のところにもそれで送ってくれる。そうそう、突然現るお米のやつね。ドドーンみたいな、プレハブみたいなやつであるやつかな。やっぱりね、奈良のお米美味しいって思っちゃう。美味しい。でも東京で見ないよね、突如現る卵の自販機突然現れるよね、あれ。なんかプレハブみたいな卵自販機。よう、おばあちゃんとね、おばあちゃんの自転車の後ろに乗ってねよく卵買いに行ったわ。その卵を買いに行くのが楽しくて。そうそう、ロッカーみたいなやつ。お、一人旅行ってなら、ぜひ落ち着いたらね。コインセルマイキが近所にあると田舎説。田舎だね。そうそう、卵の、その卵の自販機の隣になんかね、和菓子屋さんみたいなのがあったんだけど、それ一個ずつ売ってるのよ、お菓子。それをおばあちゃんに買ってもらうってやつ、流れ。どうそうだね。山梨ではよく見たけど、静岡では見ないな。そうなんや、そういうもんか。
やっぱ田舎なのかな。豆腐の自販機は知らないな。お米のって卵買いに行った時ね。東京にも一応あるんだね。見ないだけで。さあ、あと5分くらいで1時間経つけど、終わろうかな。出汁の自動販売機とかもあるよね。もはや何でもありだね。だって今マスク売ってるところもあるってテレビで言ってたよ。じゃあさ、アイテムくれた、ありがとう。アイテムって何に使うんだろう。 誰か教えて。冷やすマスクの自販機ニュースで見たね。でも冷えてるのはその時だけだよね。アベノマスク届いた。あったよ、あるよ、アベノマスク。ティファニーの自販機もティファニーにあるんだよね、自販機ね。アイテムありがとう。ねえ、アイテムの方法教えて。何に使うの？アイテムって教えてくれ。アベノマスクは小顔アピールアイテム。そうなの？なんかちっちゃいっていう人結構多いけど。ロッシーさんもありがとう。ねえ。アイドルがつけるとすごく、どうする？私がつけて大きくなかったら。アイドルじゃないから。私がつけて大きくなったら嫌だな。アベノマスク使ってない、まだ。まだね、まだストックある。アベノマスクさん、まだ届いてないところもあるんだね。もう6月、今6月だって、もう1年の半分だよ。半分になっちゃった、もう。いや、ちゃんの多分あれ切れる際、どういうこと？ シェア失礼、ありがとうございます、クーニャンさん。はじめましてかな？なんかシェアするとなんかあれなのかな？なんかあるのかな？シェアしてくれるだけ？ありがとう。なんか、ポイントみたいなもらえたりするのかな？集める系。いやーちゃんならあれで寝れるサイズ。寝れるか！ 寝れるか！こんなんやぞ。文字でも寝られへんわ。今日の晩ご飯は、巨大サラダと、野菜スープと、何にしようかなーって感じ。裸よ。小人だよね。裸よ。ここかゆい。マスクをばらして広げればなんとかなんとかなんないよ。それでもちっちゃいわ。
1時間経ったね。そろそろ終わろうかな。ということで、明日6月6日を冷やし中華始めました。ファンになりました。ありがとうございます。明日、6月6日の明日の19時と20時、一部二部で、あつ森のプレゼント企画やります。締め切り、応募の締め切りは明日の16時に締め切りとなります。参加方法は、ツイッター、私の小林由依のツイッターで、プレゼント企画のツイートがあるんですよ。引用もしてるから気をつけてね。プレゼント企画の、ツイートに、わかりやすくね、ルールとか書いた画像と、プレゼントの画像が載ってるツイートがあるので、それを、リツイートしてください。で、そのリツイートだけだとちょっとあれなんで、フォローとリツイートの方を対象に、初めて、アタレラっていう、なんか、そのフォローとリツイートしてくれた方から選ばれるっていう、なんかアプリみたいなのを使って、抽選で、1部、2部、5人ずつ、やります。なので、応募してみて。私も本当にファンの人に当たるのか、そのあつ森勢さんに当たるのかはちょっと不明です。どの比率で当たるのかも不明です。でも割とリツイート数、参加人数が少ないので、当たる確率は、人気の方よりかは当たる確率は高い。で、明日の19時と20時に、プレゼント企画で私の島でランダムでプレゼントを20個ずつお渡しします。そう、自動抽選アプリ、そうだからぜひ参加してみてください。で、その抽選して、そのプレゼント企画の様子は YouTube で生配信しながらプレゼント企画をするので、その YouTube に配信してるので、その来て名前とかそういうのが公開されちゃうので、そのキャラクターの名前とか島の名前とかが出ちゃうので、それは大丈夫だよっていう方のみ参加してください。はい、そんな感じかな。だから別にね、今回抽選外れちゃったっていう方もいらっしゃると思うんですけど、またねプレゼント企画はやるので、生配信します。書いてたよ、はいそう、 YouTube で生配信してるので、だからゲーム画面と、声と雑談しながら、やっていこうかなと思います。そうそう、だから適当にそのお時間ある方は、そのあつ森持ってなくてもぜひ見に来てもらって、私 YouTube 昨日始めたばっかりなんで、ちょっとね、ちょっと広がったらいいなと思ってるので、ぜひ拡散してください。そんなことかな。そう、今ね開拓途中なんですよ。なんか私もうね、数えきれないくらい島を開拓してまして、あつ森ある、お、そうね、明日もツイートしようかな。だから、そう、あとなんだ、そう、島をね、今までもう何回開拓したかな、めちゃくちゃ開拓してるんですよ。で、今開拓途中で、その島に飾ってたものを収納に入れて、とりあえず島をきれいにしてから開拓したいんですけど、収納がなんとも、いっぱい、もう入りきらなくなっちゃって、だからもうちょっとそれを整理したいのと、なんかみんなと通信できたらいいなっていう気持ちがあったので、私の収納、お家の収納、あつ森のお家の収納に入ってたものをみんなにプレゼントしようかなと思います。YouTube で生配信するには登録者数が必要だったんじゃなくて、そんなのあるの？え？聞いてない。できる？え？そんなのある？ちょっと待って。聞こう。え？できるんじゃないの？できないの？え？なんと。
いうことでしょう。マジちょっと、もしできなかったらちょっと考えるわ他の方法。こんばんは、はじめまして、初見で大ちゃんと言います。今からファン登録入れますので頑張ってください。ありがとう大ちゃん。あ、その制限なくなった、よかった。怖じゃあ多分配信します。何かってこずって、何かもう本当に私初心者なんだよ。何かあったらもしかしたら録画して後日あの YouTube に動画アップってなるかもしれないけど、怖い、やったことないから怖い、できるかな。とりあえずやってみようと思います。スーパーで買い出してやあちゃんの叫び声聞こえて立ち止まった、ごめんごめんごめん。あ、パソコンだと平気みたいね。なるほど。早く1000人行こう。頑張るからみんな拡散して、また動画あげます。こういう状態のゲームじゃないやつ。高見直ちゃんがコラボしたいって言ってた。おわ、え、マジ、いつ言ってたの。やろうやろう、連絡しよう。さあ、それでは。いや、わかんないよ、できるかな、不安だな。はい、ということで皆様最後まで見てくれてありがとうございます。マネキア塗り始めたり自由でごめんなさい。やっちゃんファイトありがとう。また皆様会いましょう。みんな参加してね、集まり持ってる方。アタレラも初めてだからね、疲れるかな、ドキドキしてます。なんか全部ドキドキしてる。あの、うまくいかなかったらどうしようって。うまくいかなくても来ないでね、頑張るから。はい、ということで皆様ありがとうございました。当たる気せん、そんな弱気でいないで。私もなんかちょっと何とも言えないんだよな、完全抽選だから本当に何とも言えないんだけど、ぜひぜひちょっと見れ、みんな見れるように何とかするんで頑張ります。できますように、できなかったらなんとか頑張ります。ということで皆様ありがとうございました。また動画あげます。グッバイまたね、拡散してね、ペロペロ、バイバイ、おやすみ、ありがとう、バイバーイ。